セルシウスが創設した天文台ウプサラ天文台はスウェーデンで最も古い天文台である。ウプサラ大学で天文学が教えられた記録は1480年代にあり、ウプサラ大学に天文学の教授職は1593年に設けられたが天文台が設立されたのは1741年であった。18世紀にアンデルス・セルシウスは ウプサラで研究を行い、1741年に天文台を設立した。セルシウスは、ウプサラの街中に中世に作られた石造りの家を購入させ、屋根の上に観測所を作った。セルシウスはこの家に住み研究を行った。この観測所は1853年に現在は、オールドアブザーバトリと呼ばれる建物が建設されるまで使用されていた。セルシウスの家は、 現在も残されているが、屋根の上の観測所は1857年に解体された。19世紀には、アンデルソン・グストロームが天文台の学芸員となり、天文学、物理学、工学の実験を行った。クヌート・オングストロームもまた、ウプサラ天文台で太陽からの熱放射と地球大気による吸収の研究を行った。2000年に天文台と、 宇宙物理研究所は合同され、オングストローム研究所の天文台、宇宙物理部門となった。ウプサラの施設のほかに、クビスタベリ天文台とオーストラリアのサイリングスプリング天文台のウプサラ難点観測所の管理も行っている。ありがとうございます。